みんな食事の前に着替えてきたらどうだい？ああ、戻っているよ。今は部屋で服を着替えているはずだ。ユート。おかえり。今日もお疲れ様、ユート。うん、ニコラに押し付けてるわけにはいかないから。なんだか今日のユート君はいつも以上に優しい気がするね。そうですね。だよね。ちゃんと仕事に行ったぐらいで頭を撫でるなんて変だよね。もうユートってば、女の子に触りたい年頃だからって気安く触っちゃうセクハラだよ。さっきのユート君をセクハラにするのはちょっとかわいそうな気がするけど。でもいいな、頭を撫でてもらえるなんて。羨ましいのならリオ君も頭を撫でてもらえばいいじゃないか。でも私は褒めてもらえるようなことなんてありませんし。そんなことはないと思うけどね。リオ君はしっかりと仕事をしている上に僕らの家事までやってくれているんだ。撫でてもらうには十分すぎる理由だと思うけどね。そうなんでしょうか。食後にでも試してみるといい。まず間違いなく撫でてもらえるはずだ。そうですね。あ、だったらいい案を教えてあげよう。どんな男もコロッと転がせる必殺技を。ごちそうさま、稲村さん。今日も美味しかったわ。うんうん、すごく美味しかったね。ありがとうございます。あ、お風呂はもう少しすればちょうどいい温度になると思います。そう、それじゃあありがたく入らせてもらうわ。それじゃあ片付けちゃおっか。私がやりますよ。いいわよ、片付けるより作る方が大変なんだから。せめてこれぐらいはね。うんうん。ということで、リオちゃんの分は私がやるね。すみません、ありがとうございます。お粗末様でした。先輩、さっきの言葉本当ですか？美味しい料理を毎日作る私、偉いですか？その感謝はもしかして私を褒めたいぐらいですか？褒めたいんだったら褒めさせてあげてもいいんだからね。具体的には、頭を撫でたりですとか。さあ、どうぞ。うむ、いい感じのツンデレだ。もうリオ君に教えることは何もない。何を言ってるんだい？男の子の夢とロマンが詰まったツンデレセリフじゃないか。
だからこそツンデレっぽい言葉を使うことで魅力がアップするんじゃないか。どんとこいです。だろう、僕のやったゲームの中にこんなキャラがいたんだよ。ちょっと待ってくれないかな。確かに僕はツンデレに関してはアドバイスをしたけど、頭を撫でてほしいのはリオ君の希望だよ。はい、じゃなくて、別にエリナちゃんが撫でられてるのが羨ましかったわけじゃないんだからね。うむ、十分使いこなせている。これはいい武器になるよ、リオ君。ありがとうございます。じゃなくて、別に褒められても嬉しくなんてないんだからね。とにかく、ムツラ先輩、私のこと褒めさせてあげてもいいんだからね。あ、なんでもないよ、気にしないで。すみません。でもムツラ先輩に撫でられるとなんだか声が。私これからも頑張りたいと思います。はい。じー、いや、ゆうとくんの頭を撫でるテクニックはそんなにすごいのかなと思って。ねえ、よかったら僕の頭も撫でてみてくれない？ちぇ、ケチ。違う違う、そうじゃないから。ありがとう。でも平気だよ。さてと、ごちそうさまアリオ、すっごく美味しかったよ。ありがとう、エリナちゃん。パパッと片付けちゃうね。うん、そこに置いておいてくれれば私が洗っておくよ。ほんと？それじゃあお願いしてもいいかな、アズサ。ごめんね。いいよいいよ、大したことじゃないから。それじゃあエリナ、部屋に戻ってるからね。仕事をしている最中も、家に帰ってきてからも平気だったのに、どうして。
まないと。血を飲んで体を落ち着けないと。あれ、おかしい。全然体落ち着かない。ちゃんと飲んだのに。まだダメなの？どうして？ちゃんと飲んでるのに、どうして？ダメ、ダメなのに。私、そんなことをするつもりは全然なくて。ごめんね、ユウト。私、
やだ、私またユートに。ごめんなさいユート、私またユートのこと襲っちゃって。そんなつもりはなかったんだよ、本当に。でも苦しくて我慢できなくて、耐えなきゃって思って血液パックを飲んだの。ちゃんと飲んだのに。ごめん、本当にごめんなさい。私そんなつもりじゃなくて。とにかく部屋に戻るね。存在なんて化け物だよ。今は良くてもいつかは嫌になるかもしれない。こんな私だけど、ユートと一緒にいたい。離れたくない。ユートに化け物なんて目で見てほしくない。だから飲めない。飲みたくないよ。ユートは大切な友達だから、ずっと一緒にいたいから。ではお主、なぜそんなにまでしてあの娘に笑顔でいてほしいと思うんじゃ？優しいね。私嬉しい、すごく嬉しいよ。ありがとう、ユート。でも
体熱くなってて息も苦しいかも。でもね、友達を傷つけたり怖がらせたりしないよ。大切な友達だもん。って今更かもしれないけどね。ユウト、一体何を。ユウト！ユウト！何をしてるの！手元が狂ったって、そんなこと今はどうでもいいよ。それより早く手当てしないと。どうしてユウトが謝ったりするの。ユウトは悪くない、全然悪くないのに。そんなの気にしなくていいのに。ユウトのバカ。どうしてユウトはそうやってエリナのことを泣かそうとするの。違う、そうじゃないよ。でも消毒じゃない、そういう言い訳で吸いたくない、吸っちゃダメだよ。だから今から私は自分のためにユウトの血を飲ませてもらう。消毒なんて卑怯なことは言わずに、私の意志でユウトの血を飲ませてもらうからね。それじゃあユウト、ごめんね。それからありがとう。すごく嬉しかった。ユウトの気持ち温かくて、優しくエリナを包んでくれて、すごく気持ちいいよ。それじゃあユウト、吸わせてもらうね。
努力する。